さあ始まりましたオムニボットの挑戦、司会進行の村田智博です。そしてオムニボットガールの皆さんです。よろしくお願いします。そして大事なメンバー、次世代型おしゃべりロボット、オハナス。僕の名前はオハナス、次世代型おしゃべりロボットだよ。はい、オハナスくんです。よろしくお願いします。この番組はそろそろロボットと暮らしませんかをテーマに、ロボットがいかに家族に身近な存在かを実証する番組です。大好評のこのコーナー行ってみましょう。オハナスの早口言葉、イエーイ。初めてじゃないですか。大好評ですね。初めてですよ。はい、実はオハナスくん早口言葉が得意なんですね。はい、まずはじめにオハナスに早口言葉を言ってもらい、皆さんには同じ言葉を1回ずつ言っていってもらいます。全員が滑らかに言えるかを競うゲームですね。決して噛まないでください。よろしくお願いします。今回の罰ゲームはお口滑らか、滑らかからしシュークリームです。からしシュークリーム。オハナスの早口言葉、まず最初は早口言葉。実は僕、早口言葉が特技なんですけど、言ってみてもいいですか？はい。よし、じゃあ、行きますよ。新春シャンソンショー、新春シャンソンショー、新春シャンソンショー。うまく言えた。すごいでしょ？はい、ということで、新春シャンソンショーを3回連続で言うということですね。それではまずは、岡村さんからスタートです。よーい、スタート。新春シャンソンショー、新春シャンソンショー、新春シャンソンショー、イエー。新春シャンソンショー、新春シャンソンショー、春春シャンソンショー、新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 春シャンソンショー。わ、ゆずかちゃんじゃない？違う、みんなダメだったよ今。一度も言えてなかったのは沢口さんですね。嘘だ、はい、言えましたよ。新春シャンソンショーですから。新春シャンソンショー。そうだ、言えてない。ということで今回はオムニボットガールの負けでございます。え、これチームなの？え、もちろん。あ、頑張ってください。ちょっと頑張るわ。オハナスとの対決ですからね。あ、そうか、はい、やばいやばいやばい。オハナスの早口言葉、続いては、よし、さあ、行きますよ。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。はい、生麦、生米、生卵、定番ですね。なるほどね。さあ、練習していいですよ。生麦、生卵、さあ、お話に勝てるんでしょうか。それでは岡村さんからスタートで、どうぞ。生麦、生米、生卵、生麦、ん？生、何？生麦、生の麦、生麦、生米、生卵、言えたんじゃない？でも、いや、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。早い早い早い。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。おお、どうですかね、これは。いや、判定は僕ですから、判定は僕ですから。この勝負は、オハナスの勝利ですね。ちょっとね、これ皆さんね、絶対1回生ゴミって言ってました。生ゴミって言ってない。ちょっとね、これ比較的まあ言いやすかったかもしれないですけれども、チャンスだったのにね、勝てなかった。アキ忘れるんだもん、まず。だってさっきカンペ出たのに出ないんだもん。生麦、生米、生卵ぐらい覚えましょうよ。いらないだろって思ってたんだよ、スタッフさんも。いるでしょ、これぐらいは。いらないよ、そのカンペは。いるよ。オハナスの早口言葉、一矢報いることはできるのか。よし、さあ、行きますよ。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。今回は
坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いたを1回1回ずつで大丈夫ですからね、はい、あこれ坊主が屏風いける気がする。カンペ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 が欲しいというか、カンペリクエストが入りましたので、カンペお願いします。さあ岡村さんがあまり入れてないのでね、女優経験もある、はい、ゆいちから行ってみたいと思います。それでは、はい、よーいスタート。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。すごい。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。おー、うん、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。おー、坊主が屏風に上手に屏風あー惜しい。絵を描いたー。あー惜しい。今来たのに時間が波乗れると思ったように。もう一回、はい、じゃあ分かりました。もう一回だけチャンスを与えます。3人うまくいったんですからね、最後締めてくださいよ。さあそれではよーいスタート。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた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 。坊主坊主坊主どんな絵だよ坊主の絵って。ダレンダレン何それ上手くだらないわくだらないわ。ごまかしもくだらないわ。はい、ということでこの勝負は大花津の勝利です。ちょっと皆さんどうしたんですか。これはね、アッキーさんが悪いと思います。これは岡村さん、いやいや岡村さんですね。はい、言えましたもん。言えてましたもんね、うん、岡村さん。ゆずかちゃんの後だからですかね。何人のせいにしないでよ。とことん人のせいと。あーもうこれはアッキーです。これは罰ゲームはフォローのしようがない、ね、岡村さんですからね。いや、ロシアンルール。イエーイ。さあなぜか、ロシアンルーレットという指示が入りましたので、ロシアンルーレットでいきたいと思います。なんで。ということで早速罰ゲーム。それぞれシュークリームを選んだところで一斉にお召し上がりください。どうぞ。幸せだよ。あ、滑らか。滑らかになってる。ちゃんと食べて。慣れてるでしょ。もう慣れたでしょ。じゃあ臭い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 。向こう行って向こう行って向こう行って。これじゃないですか。ねえ、ちゃんと噛んでる。さすがからし状。今日のズーマー。どんな人でも愛情表現をしっかりしてくれると嬉しいですよね。このズーマーなら大好き。目がハートなった。かわいい。しっかり愛情表現もしてくれるズーマーでした。ズーマーチームとウーニャンチームに分かれ、1日限定でロボットペットカフェをオープン。どちらの方が売り上げが多いかを競う企画。今回は前回に引き続き成田夢牧場でカフェの食材を探す両チーム。果たしてウーニャンチーム。お、あれはアイスの看板じゃないですか。ねえ、入りましょう。うん、アイスだ。2人が見つけたのは牧場内にあるミルキーハウスというお店。アイスあるんですか？あ、わあ、美味しそう。え、めっちゃある。抹茶かな。抹茶？え、ミルクじゃなくて？抹茶、抹茶一つ。あとミルクもお願いします。まずはアイスを食べてみることに。いただきます。美味しい。すごい濃厚で普通のところ全然違いますよ。やっぱ牧場のアイスだけはある。じゃあ牧場の抹茶いただきます。うーん、食べます。はい、あ、大丈夫。実はミルクが苦手な林。はい、待って、マジで本当に食べないの？ここまで来て汚い汚い。このこれの残りどうするの？いけいけ。
うん。あ、でも本当に他のところより全然美味しい。うん。って言った後すぐこれ食べるじゃん、抹茶。え、でもどっちでも美味しい。どっち出すじゃ。そう、どっちにします？ウーニャにね。決めてもらいましょう。うん。ウーニャがいいと言った方が。そう。ということで。バニラのミルクのがいいよね。こっち来るんじゃない？こっち来るよね。こっち来るよね。ウーニャ。ね、ミルクがいいね。ほら。いつも私のところに来ようとするのを阻止しますよね。これ不正じゃないですかね。いや、いいんじゃないですか。ウニはそっち行ってたと思いますよ。ちょっと目離した隙にユイチが持ってたから、多分ユイチの方に行ってたんだ。嘘でしょ、リプレイで見た方がいいよ、それ本当に。どうすんのよ、でもこれお店の人に勝手にさ、うちの店で使いたいですって言ったところで、うん、どうするの。猫苦手でしょ、アレルギー持ってて。猫アレルギー。しかもミルクも食べれない。食べれない。しかも可愛くない。ほら、ちょっと待って、可愛くない。最後のだけは訂正させて。早速交渉。ちょっとつかぬことをお伺いするんですけれども、こちらのお店のあのミルクのアイスがすごい美味しくてですね。うん、抹茶うめえな。にゃアイスクリームっていうのを出そうと思ってるんですけど、ここのミルクのジェラートをお店で出してもいいでしょうか。あ、はい。本当ですか。ぜひお願いいたします。え、出させてくれるって。意外と簡単に OK もらっちゃった。夢牧場のアイスを提供してもらえることに。あれ、何してます今。見事にアイスゲットしましたけれど、はい、やったー。これは本当に良かった、ね、大きな一歩ですよ。にゃアイスクリーム、はい、うん、ズーマーチーム。あの、この美味しい飲むヨーグルトと美味しい牛乳を使いたいんですけど、提供していただけませんか。何か芸をしていただけたらご提供させていただきます。お、ぜひ。大好き。ほら、目がハートになった。かわいい。イエーイ。どうですか、どうですか、どうですか。じゃあぜひご提供させていただきます。やったー。なんとズーマーチームも牛乳と飲むヨーグルトを提供してもらえることに。ウーニャンチームにね、うん、勝てるわ。そんな美味しかったの。ほんと美味しかった。もう絶対食べに来た方がいいですよ。飲みたかった。飲んでないの。え、じゃないよ。かわいそう。なんで、せっかくなのに。でも今日みたいに、うん、こういう現場行ったりとかして、牛乳飲んだりとかして、はい、美味しかったりとかする。うん、めちゃめちゃ美味しかったです。羨ましい。こうやってどん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 素材提供とかしてくれるとこあると本当いいですよね。え、本当にいいですね。ズーマーチームで足らないものって何ですかね。うん、カレー作るんで、うん、カレーのルーとか。カレールーとか提供してもらったらいいですね。うん、そんなことできるんですか。できるんですか。行ってみます。行きます。はい。一人で。いや、二人で。あ、そうか。またケイタ休みか。いや、違う。また休みかじゃない。いや、休みますね。絶対に来る。私は絶対に移る。次回、さらなる新展開が。